はい、弟です。今回は弟からちょっとプレゼントいただきます。いいんですか、そいつは。マジで持ってきましたよ。ありがとうございます。私のペット、ありがとうございます。かわいい。被検体、被検体ナンバー01と02いただきます。ちょっと02の方は先っぽね、自説しちゃってるけど、まあ、これはね、しゃあないわ。しゃあないわ。ちっちゃいな、かわいいな、うん、こいつらいつも何あげてんの、餌。これあの、レッドローチやね。レッドローチ、基本的にレッドローチ。ミルワームは、ミルワームは基本あげへん。あげへんの、うん、へえ。いや、俺と同じ時期ぐらいに捕まえたのに、ね、めっちゃちっちゃいな。俺のところのやつを多分ミルワームめっちゃあげてるから太ってんやろな、デブなんやろな。残念。だって尻尾まだ、すぐ成長。うん、いや、ありがとう。じゃあお返しにそいつあげます。これもらうな。これまたあの子供増やしてあげる。あ、マジで？赤ちゃんじゃあもらうな。これはうちで捕まえた、うちで捕まえたっておかしいな。俺が捕まえたオオカマキリです。で、弟はメスの方を持ってんねんな、オオカマキリな。で、オスがちょうど必要だったんで、今回は。ブツブツ交換。俺の方が 100% 得してる。100% 得してるけど、まあブツブツ交換です。鬼レアと、レア。いや、レアじゃないやろ。どこにでもおるやろ、そいつ。こっち鬼レアやろ、明らかに。鬼レアやね、これは。いや、ありがてえ、ありがとう。いただきます。まあ、帰るわな。はい、じゃあ、お気をつけて。かっこいいな。かっこいいな、弟。じゃあね。ありがとうね。また来るわ。はーい。じゃあ、また。はい、こちらの方が今回弟のアイガモくんからもらった、日本トカゲの幼体2匹です。いやー、かわいいな。お前らすーげー綺麗やな。ちっちゃいね。僕とね、一緒に捕まえに行って同じサイズで飼ってたんですけど、僕んちのやつの方が明らかにでかいですね。弟は、あれ、餌が違うからかな、全然サイズが違いますね。かわいい。いや、かわいいな、これはマジで。ちっちゃいな。よっしゃ、じゃあ、飼育環境の方は、こちら、僕が今回作らせていただいた自作ケージの方で、ちょっとの間、飼育したいと思います。まあ、仮ですね。仮の飼育環境を作っていきます。いや、超かわいいな、マジで。よっしゃ、じゃあ作るぞ。はい、床材の方は今回はレップバディさんで購入させていただいたココピートを使いたいと思います。万能床材ココピートですね。日本トカゲは土に潜ってするのがすごい好きなんで、今回はこのね、潜りやすいココピートを使用します。入れていきます。はい、ピートの方敷き終わりました。こんな感じでいいかな。で、厚みの方は約2センチぐらいかな、これぐらいで使用したいと思います。で、飲み水の方ですけど、今回使用するのはこのちっちゃいね、厚みの少ないタッパー使用しようと思います。溺れないんでね、いいかなと思って。まあ今回はこんな感じかな。はい、沸騰させて軽く抜いた水を入れました。はい、こちらの方ですね、入れていきますか。かわいいな。めっちゃ可愛い。多分ね、入れた瞬間潜るんじゃないかなと俺は思ってます。じゃあ入れます。さあ、お家やぞ。土潜りそうやな、入れた瞬間。おお、いや、待て待て、おお、潜らない。可愛いね。まあ初めての環境でね、戸惑ってるのかな。あっちの方があったかさやから行ったのかな。よっしゃ、じゃあ2匹目いきます。ちっちゃいな、ほんまにちっちゃいな、かわいい。おい、お前はお家だぞ。いけいけ、怖くない怖くない。おー、かわいい、すげえかわいい。わー、穴掘ってる。嫌がってんな、なんかな。かわいいな、すっごいな。めちゃくちゃ綺麗、すごい綺麗。よっしゃ、じゃあ食べるかな、わからないけど、弟が餌与えてたらわからないけど、一旦じゃあちっちゃいゴキブリでも入れてみるか。よっしゃ、あ、カナヘビとのご対面。いっつもね、
新しい子が来ると好奇心が旺盛やからね、カナヘビが近づいてきますね。かわいいなあいつも。はい、レッドローチです。こいつをねシャカシャカしてカルシウムつけていきたいと思います。シャカシャカシャカ、おお一瞬で白くなったね。シャカシャカシャカ、よし、じゃあこいつらをね解き放ちます。いけいけこれごと気づくかな、食べてくれるかな。餌与えてたらね食べないと思うんだけど、とりあえず入れてみますね。ほい、あー全然気づく様子すらないね。ほいほいほい、はい、全然餌を食べる様子はないですね。向こうのカナヘビがこちらを気にしてます。あーやっぱり気にしてますね。かわいいな、めっちゃ寄ってきた。カナヘビの方がなんか餌に興味が湧いちゃってますね。まあね、やっぱ環境がね変わったばっかりなんでね、ちょっと落ち着くまでは食べないでしょう。うん、かわいいね。お、来た。多いですね。はい、一匹ね完全に潜っちゃいましたね。この辺に多分います。あ、いました、いました、この辺にいますね。あ、いました、いました。こう、こんな感じで日本トカゲはねシェルターはねそんなにね必要ないかな、まあ、あった方がいいと思うけど、どうせね地面に潜っちゃってねなかなか出てこないんでね。あ、さっきねこの子らにミルワームあげようと思って入れたんだけど食べなくて、どこに入れたら食べましたね、真ん中の子が。ライオンみたいなやつが食いましたね。かわいいなやつ。はい、こんな感じでね、手に乗ったらこんな感じで、ちっちゃいですね。かわいいな。多分ね僕の手がねあったかくて気持ちいいんだと思います。かわいすぎ。いや、かわいいな。日本トカゲもね人慣れすることをしない子がいるんでね、この子はまあ全然懐く子みたいですね。めちゃくちゃいい子やな、ほんまに超可愛い。体が冷たいね。まあ僕の家はね基本的にあの爬虫類に合わせてあったかくしてるんでまあ大丈夫です。うおー、可愛い、しがみついてる、すごい。可愛い、超可愛いな。行くか行くか、向こう。あー、ちょっと嫌なのかな。おー、いった。かわいいな。あいつ超好き。かわいい。よっしゃー。じゃあ今回はね、弟から、日本トカゲをね、いただきましたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。